ところで皆さん、このグースの名前の由来は、お鍋がグツグツ煮える音とお腹がグーッと鳴る音から来たそうですよ。面白いネーミングですね。はい、じゃあ今日の袋駅長はオープンした JR 横浜タワーの屋上庭園海空デッキに行ってきたよ。横浜オブジェの前で踊ると幸運が舞い込むらしい。ここを幸運を呼ぶ聖地にしましょう。しかし素晴らしい眺めですよね。これ夜景なんかもいいんじゃないかな。本日はご視聴誠にありがとうございました。他の番組もよろしくね。登録もお願いします。